ちょっとさ、これ出過ぎじゃない？数が。デジが。うん、なんか、これやった方が結局手っ取り早くなっちゃいますね、そうすると。そうすると2時間おきにログインしてきてみたいな作業になっちゃうような気がする。そうですね。これ、なんか普通にその辺で狩るより これやればいいじゃないかっていう話に。まあまあ、まあでも今の期間、ちょっと出が良くなってるのかもしれないけど、ね、あの、オープンベータやりたい人はさ、最後の。レベル25にした時の装備費を拾いたいとかさ。母さんどうします、うん、ブッチャー探しに行きます。ブッチャー探しに行きますか。どっかダンジョンとかもしあったら。でもこれでも作ったばっかのキャラなんだけど大丈夫なのかな。ちょっとこれ、うん、あ、普通のね、多分ダンジョンはいける。あ、そうです。いや、課長さんありがとうございます。すいませんでした。付き合っていただいて。また4時にも、4時に今度私、ネクロでやろうかなと思ってね。え、また同じ、これが開くんですか？ああ、開く開く、うん。次は16時ですね。昨日カズさんになんか配信来ていただいてすいませんでした。いや、あー、じゃなく私なんか寝落ち配信しちゃいそうだったから、ね、あー、あれですよ、疲れてましたね。あー、ぜひ。さあ、じゃあどうしましょうかね。あ、昨日7回得られました。ありがとうございます。いえ、10回ぐらいします。あ、これ1回戻りますか。あ、じゃあ1回どうします。あ、ちょっと私もギオバシャドに1回戻りたいかな。ギオバシャド、あの、装備できないものとか置いてくるわ。あの、保管庫ってどこにあるんですか。え、保管庫の場所。ギオバシャドは歩きました。あ、歩きました。あ、ギオバシャドの中にありますよ。ちょっと待って、地図で見ますか。保管庫。カズさんも私に負けず劣らず地図を読まない人間だよな。あ、そうそう、あの、説明書とかは全く読まないタイプなんですよ。あ、あった、これやん。そうそうそう、マップでさあさあ出てくるから。今驚愕の発言を聞いたんだ。保管庫どこにあるんだろうと思って。保管庫でも各町に置いてほしくない？あの、ちっちゃいエレなんとか村とか。あ、ここだけしかないの、ちょっとあれですよね。まあ、ギオバシャドに必ず戻ってきてやれみたいなことなんだろうね。でも、あ、落ちたー。落ちました。落ちた。こちら、こっちは大丈夫です。なんかね、その町重いんだよ。あの、ギオ馬車の。みんな、多分、ここに集まってるから。そうそうそう、人が集まってるから重いんだと思うんだけど。あ、ほんとだ、保管庫ある。え、ちょっと、で、バックを相当。なんか、でもまたウエストマーチみたいに言われそうじゃない？いろんな、お店の場所が遠すぎる。ああ、言われそうですね。あ、あの、なるほど。お店の場所が遠いんだよ、つって。あ、ギオ馬車と半分に縮小してほしい問題。そういうなんか、狩りに効率性を求める民がさ、言いそうだよね、みんな。ウエストマーチなんであんな大きさにしたんだよって思ってるの、私も。これ広すぎですよね。うん。ウエストマーチ。ディアブロ3のアクト1ぐらいの大きさにしてほしいよね、街はね。せめて。街っていうか村？村。だっていろんな機能差があるために違うマップまで行かなきゃいけないわけじゃん。うん、あ、これワードロープとかもあるんですね。あ、外見も変えられるって。
あ、外形も変えられます。知らなかった。オープンベータでショップ見せてほしかったな。ショップどんな感じになるのか。あ、あのアクセサリーとか、うん、何や、コスメティックですか。そう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 。まあ別にあの実際売らなくてもいいんだけどさ、あの、うん、こんな感じのショップになりますよみたいなの見せてくれてもよかったかな。イモータルみたいになりそうなイメージなんですけど。あ、なんか試着させてほしくない？買う前に。そうですね。あの、なんていうの？どんなもんなのか。うるさい客だなって感じだけどさ。いや、じゃあ、一応ほら、買うわけなので。そうそうそう、試着結構大事よね。あ、こういう感じなんだっていうのさ。多分、あの、買う側の人もさ、購買意欲上がるじゃん。ちょっと待ってるか。ダンジョン行きますか。あ、ちょっと待ってね。結構今の、全然今のレジェのね、装備が意外と出ちゃったから、装備を今入れ替えてる。ウィータ何が。Can I help you?ゴミ。ああ、これ喋れるんですね、うん、何気にね。 Anything else? 空のところ何か自分で入れられるのかな。こっちじゃない。私の方が使いまスキルプラス1になるんだ。これ移動速度 6.5% アップ。あ、ちょっと待った。あ、全然どうぞ、ゆったり。いや、あのお店でさ、アイテム見てたら、はい、あの売っちゃうってやつ。ああ、あ、ありますあります。それはこれ売っちゃっていいかな。 I cannot do that here. Arms for the light. Fair trade. あ、これやっぱ骸骨は死体に、骸骨の死体を自分で作れる的なものがないと、死体がないと困りますね。それそのうちレベル16ぐらいで出てくるはずなんですよ。あ、なるほど。じゃあまだまだ。あ、ごめん、カズさんのワールドに入ってないのか。ちょっと待ってね。あ、全然どうぞ。あ、呪われた収容所、これダンジョンかな。うん、招待してもらえたら行きます。あ、ちょっとお待ちを。今なんかたまたまここ来たあった。ここで招待すればいいか。ちょっとお待ちくださいね。これなんだろうね、4の人から5のホストが見れないのかな。今どこにいるんだろう。え、私今、ね、飛ばしましたよ。あの今ね、ここにいます。あ、ここに来るわけには。ここに、あ、行くよ。なんか私が行くに、うん、あ、これます。私もなんかここのなんだっけ、うん、このなんだっけ、呪われた収容所にいるんですけど。呪われた収容所っていうところに、なんかたまたま来たらありました。なんかそこにジャンプしていけないんですね。ジャンプってワープっていうか、それちょっと厄介。え、招待できるのかなこれ、仲間を。
6歳くらいの頃にディアブロやってたの。6歳すごいですね。すごい。ディアブロネイティブですね。Do you see him too? The guy, I don't know how much more I can stand. Father, is that? でもなんかいるみたいよ今子供に、子供にディアブロを教えるパパさんは。あのねは、あのほらもう装備品とかつけといて全部。で、はいこのフィールドで戦ってみてねみたいな感じで渡すと、なんかワールあのほらワールウィンドババとかで遊んでるみたいな子供がわけわからないよねまだね6歳とかだって母さんゲームっていつぐらいからやってます？あれ？そんなあれですよ。そんなに中学生くらいじゃない？あ、小学校か。はいはい。こちらの段、あ、了解です。なんか、なんだろう、ドラクエとかやってました。あー、うん。ドラクエか。はい、ドラクエずっとやってました。うちはなんかゲーム禁止だったからさ。あれ？ちょっとラグいのかな？もういます？ダンジョンの中。いや、ダンジョンの入り口にいます。あ、中入ってますもん。え、中入ってる？うん。中入ってるのこれ。そうか。中入っちゃった。ディアブロってね。あ、はいはいはい。そう、巻き上げ機を2個起動するっていうやつですね。あー。ドルイドの時にやった。え、FF7 を親がやってたゲームって言われてちょっと衝撃だった。やべえ、ジェネレーションギャップ感じる。FF7 はね、昔、あれだった。FF のあのリメイクみたいなのやりました？あ、やってないです。あ、セブンのリメイク、セブンリメイクか、めちゃくちゃ綺麗になってですよね。そう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 。あ、やってないです。ファイナルファンタジーはでもセブンはやりましたよ昔の、出てきた時。あれやっぱ名作だったよね。まあなんか今思うとまあポリゴンゲーだけどさ、あの、ああそうですね、なんかシナリオ良かった気がする。シナリオがね、うん、私この間リメイクやってた、はい、あのエアリスの喋る日本語がさ、うちのメイクのアメリカ人と同じ日本語でびっくりしたんだ。機械、なんか、機械学、いや、はい、エアリスってさ、多分ちょっと外人っていうか、もともと古代人みたいな、あ、これネタバレかわかんないけど、そのちょっと違う人なんだよ。違う言葉を話してた人なんだよ。あの、テニオン派をつけずに話すみたいなのあるじゃん。ああ、はいはい、助詞をつけないで話すんだけど、助詞をつけない、うちの姪っ子と同じ喋り方してる。そうですね、海外とか英語にテニオン派ないですか？うまいよね。頑張って日本語を覚えさせて、今私もできなくなっちゃうんですが、最低限ちょっと簡易版日本語みたいのを覚えさせて。日本語は手に
難しいよね。いやでも英語よりは難しくないと思う。これ難しくないでしょ。あ、これだ。結構どんちゃしましたか。ダンジョン内も馬乗れるんですかね。ダンジョン内は馬乗れないだろう。え、このペースでじゃあ進んでいくってこと？ダンジョン内で馬乗れたらアウトじゃない。え、でもこのペースでそしたらじゃあずっと進んでいくんですね。さすがにダンジョン内ぐらいゆっくりやってよってことじゃない。これ多分右側じゃない。右側ですね。ダンジョン内馬乗れちゃったらさ来るせだよね、もうもはや。あ、そうです。でも乗れるのかな、わかんないけど。でもこのペースでずっとダンジョン周回するのは正直なんか。でも装備品に移動速度アップとかついてるのあるよ。あ、じゃあそれで足早くすればいいんですか。まあ、クルセ見たくなるよね。あ、そう、クルセになっちゃう。そう。こっち。あ、こっちにあります、こっちに。足速ビルドとかも、このうち出てくるんですね、新鮮版グラビルとか。母さんもドルイドって結構育てちゃう。20くらいです。20くらいか。なんか20くらいで育ててきた。25まで育ってる。いなかった。25まで20なんかまで育てると、うん、大丈夫。なんかアイテムがもらえるんですよ、確か。ベータやったアイテムみたいな。初回あ購入あのはなんていうのベータ参加でしょみたいな。ああ、なるほど。え、あ、なんかそう、ドルイドの、そう、なんかこの精霊のなんちゃらってもしかしてできないの。そう、行けないところはある。行こうとして私頑張ったけど行けないんですよ。行けない。船でもなきゃ行けなくないと思って。母さん、まずいこと起きた。あ、大丈夫、よかった。大丈夫。あ、あ、え、プレステップも意外と大丈夫ですか。うん、あ、ファイルの方がこの辺は安定してる。あ、そうかもしれない。これ一応3に今インストしてやってるんで、熱いじゃない、プレステップ4か。はい、意外としっかり動く。あ、動いてますね。ちょっと読み込み遅いなと思うんですけど。あれ、もうファイブも買いますかね。もうあんなに買えなかったのか、嘘のように。パソコンでもやってみたんですけど、結構重いです。あの、これ推奨メモリー16メガだった。なんかグラフィックボードに結構負担があるかもみたいな。バフを聞きました。メモリが足んないんだよね、私ね、全然。
あの実装が16ギガで、まあ、要するに OS とかも動いてるわけじゃん。だから32ギガのパソコンじゃないとあんまり配信しながらやるのがきついから。パソコンあれ、パソコン買い上げされる噂を聞いたんですか。来月ないの。ああ、おめでとう。編集ソフトとかも軽くなるからいいんだよね。一個のダンジョン結構長いですよね。それ思いましたね。割と時間がないと1個のダンジョンをサクッて終わらして、なんか暇時間にちょっとやってっていうのがなんかできない感じ。そうなんだよね。 GR とかだと1回10分15分じゃん最大で。ちょっと長めなんだよね。あれ、ちょっと長めです、ね、なんか解放してなくない。あれ、したカズさん見てくださいよ、全ての敵を倒すっていうね、書いてありましたよね。そうこういうなんかあの お題を見逃した後で、あと19体報酬クエストみたいになってますけど、報酬クエスト、報酬クエストで下にいる。なんかね、終わったっぽい。終わった。あ、メモリやっぱり食うみたいですよ。あーでしょ、だから16ギガだからさ、今のパソコンだから、もう配信はちょっときついなって感じなんだよね、今のパソコンだ。なんかもったいないお化け出ちゃいません？まだ使えるのにパソコンを買い替えるなんて。あー確かに。あ、いや、これはず、まあ、そこにしちゃダメですね。いやでも、なんか何時に買い替えたの？配信者の最高の環境です。プレステ5のコスパの良さやばい。でもゲームしかできないですよね。まあゲームしかできないけど、でも性能すごいいいと思うんですね、何にしては。32ギガはないでしょ。ディアブロ4ファイブのマシンとかにしたらもう、後の帳に込んで64ギガ積んでみる。見ましょう。またそれでさ、力不足になってそうだもんね。 3年4年経ったら。これでもう終了。これでね、一応終わりです。あ、了解でございます。じゃあ一度あれですか、あの勝さん、はい、あ、はい、あれなんかあり、はい、ありがとうございました。すいませんでした。いやいやいや、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。次ね、はい、4時に出現するんで、もしあれだったら、はい、また、はい、参加できそうなら、はい、遊びに来ていただけたら嬉しいです。はい。